どうもゴピです。さて、いきなりですが皆様に質問します。今のパズドラで最強の変身ロボは誰ですか？3、2、1。はい、答えはノーチラスです。というわけで今回はそれを確認すべく、まあリダフレノーチラス、まあただ片方は学園でももう片方は普通のロボットのね、このノーチラスをまあ組み合わせまして強調行ってみたいと思います。まあ僕ね、あの以前の動画でゼラノーチラスで強調クリアしてるんですよ。まあただ今回からね、あのこの新しいノーチラスが加わりまして、まあこいつがねもうとんでもないですよ。とんでもないほど強いんで、もうこいつと組み合わせたら、まあよりね簡単にクリアできるようになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあこいつの強さについてはね、あのバンジュー行った時にもね触れたと思うんですけども、まあこの人ね、まあ火力がやばいんですよね。とにかくでスキルもね、ルーレット生成に5ターン40億、もう実質非変身みたいな感じのキャラで、もう火力が出していけるという感じなんですよ。でさらにリーダースキルがもう激減プラス回復4倍っていう、もう圧倒的耐久力に5コンボ加算というね、もう破格すぎる性能、もうこれはねもう負ける気がしません。というわけで今回はこちらの編成で強調ね、もうあっさりクリアしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、変身のもね、最強と言ったからには、もう一発でね、クリアしちゃいたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。もうこんな男女余裕ですよ、マジで。もうこんなね、最難関歌ってるダンジョンすらもね、多分もう、このパーティーだったらね、あっさりクリアしてしまいますわ。うん。もう一方的な試合展開でね、もしかしたらね、まあ、あんまし面白くないかもしれませんけど、まあ、それでもやっていきましょう。うん。さあ、ちょっとしょっぱな無効貫通パズルミスってしまいましたが、まあここは一旦落ち着こう。あのチョッパーのね、あの裏に威嚇スキルあるんですけども、これはねちょっとね、まだここじゃ使いたくないんですよね。ちょっとここ無効化ミスる、ミスりたくない。 OK。 あーもう大げし、最悪。ねもうこれは威嚇使います。はい、なんか雲行き怪しいね。あんな余裕ぶっこいてたのにね。まあちょっとこれはしょうがないですわ。うん。まあ気を取り直してね、やっていきたいと思いますので。いや、ちょっとさ、あのね、なんでここでチョッパー使いたくないかっていうとさ、2階で使いたいのよ、俺は。なぜ2階なのかと言いますと、ね、2階に覚醒婿とかやってくる輩いるし、さらにその2つ後のフロアで消せないも飛んでくるからさ、やっぱチョッパーのスキルをね、うまいこと温存したかったんですよ。言ってる意味わかる？まあわかんなくてもいいわ。うん。さあ、ここはとりあえず、これ使って、まあ要は時間短縮をしたいというだけの話なんですけど、めんどくさいからね、普通に序盤が。まあ、あとはもしかしたらね、このパーティーちょっとリーダーチェン体制つけてないので、ワンチャンさ、リーダーチェンジとか来るかもしんないからね。そうなった時に結構めんどくさいことになっちゃうんで、ただ今回は大丈夫ですね。こいつはあれかな？バインドかな？まあだからここは大丈夫だったというわけで。あ、覚醒向こうが飛んでくるんですね。チョッパーが溜まっておりませんと。うん。まあ、結構やばい状況ではありますが、落ち着いてね、ここは一旦待ちまーす。まあここね、チョッパー、まあ覚醒無効化でも耐久できなくもないかもしれんけどね、ちょっとやってみる。ちょっとチョッパーのスキルやっぱ温存したいんだよね、俺としては。あ、なんかできそうだわ。まあこのパーティーね、回復力がもう異次元なんで、多分できますね、もうこの辺の耐久。マジで余裕すぎる剣について、ほんまにやばいよこれ。終わってる、ほんまに。さあ、なんとかチョッパーのスキルを温存できたんで OK ですね。じゃあもうそのまま倒してしまいましょう。ちょっとパズルの調子はあまりよろしくはありませんけども、まあこっからね、後半にかけて調子上がっていくと思うんで、まあ今はそんな心配せずにね、もうやっていきましょう。淡々と、もう淡々とね、この辺はパズルやっていきます。でもこのパーティーはね、もう基本的にもう列なんかね組まないからね。やっぱ無効貫通の方が強いよ。ちょっと列のね需要はマジで下がりつつある。もうほんまに、ノーチラスのこの亀裂強化と名なし全部無効貫通に変えてほしい。ね。俺はもうそう言い続けます。俺マジで本気でさ、今のね、あの変身ロボ最強ノーチラスだと思ってるんで、やっぱさ、
とは言ってもね、やっぱもっと最強になるためにはやっぱね、もうこんなね列とかいらないから全部無効活に変えてほしいんですよね。わかります？もういらないのこんなの。さあこの辺もねしっかりともうねワンパンに沈めていきますので、さあそうここでケセライ飛んでくるんです。さあ今回はそのケセライがなかったんでよかったですね。じゃあここはチョッパーは、まあ次の回のために取っといて、もうここはパティノーチラスで倒します。ノーチラスのスキル、まあ、一応使っとくか。ちょっと無効貫通組みたいんですけど、ちょっと難しいな。待てよ。あ、これでいいか。よし。もう、この辺サクッと倒しちゃうからね、このパーティー。ナイス！いいぞ。まあ、ここのバルキリーの半分の攻撃も、このパーティーね、25万ありますので。25万7000。まあ、多分耐えれるでしょう、この辺も。オッケー、じゃあチョッパー使って、いやーあとトゲにも強いんだよなこのパーティーな。まあ一応ゼラも使っとくか。もうトゲなんかねいくらでも触っていいんですよこの辺。うん、もういくらでも触っていいからね、もう気にせずにねこの辺はやっていきましょう。さあというわけでドンドンってね食らうんですけど、それをしっかり耐えていくと。まあ HP ね、かなりギリギリですけどもね。まあ耐えれたらもうそんなもん関係ないんでね。もうその時点で僕たちの勝利。繋がってる。待てよ。あ、OK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 。さあ、というわけで、この辺もいいでしょう。うん。いや、マジでさ、すげえサクッと進むんだよね、この辺。さあ、6階が。コンボ現象でしょ。まあ、コンボ現象はあんま関係ないけど、どうする？まあ、ゼラの火力が出なくなるぐらいだもんね。まあ、でもちょっと一旦ここトゲ処理しよっか。まあ、こいつもさ、やっぱ振り属性だけど、多分このパーティーだったら大丈夫だよね。さすがに。よし。いや、加算数マジで多くないこれ。5加算プラス3加算ってやばいよな、冷静に考えたら。マジクソ強いわ、ほんまに。さあ、闇イザナミちゃん来ました。こいつは3、3ターンじゃない、2ターン耐久して倒します。まあ、こんな感じで適当に耐久して、まあちょっとねこいつがルーレット上書きしてくるからノーチラスね。もうこあのもう俺こいつの略し方決めたわ。もう G の地にすら G の地、なんかそれが一番しっくりくる気がせん。もう G の地でいいわ、 G の地で。で普通のロボットの方はもう普通にもうノーチラスで、やっぱさ、もうこのロボの方のノーチラスはもうノーチラスっていう名前であの商標登録してるんでね、ちょっと今更ね呼び方変えられませんわ。うん、もう変えようもんならねちょっとお金払ってもらわないと困るんで、もうちょっとこの辺はねちょっと呼び方には厳しくしていきます。このね総印の方のノーチラスはもう G の地でいいわ。うん、さあちゅうわけでパティ使ったんで、パティノーチラス使ったんで、もうこれも使っていいよね。うん、なんか随分嫌な位置にルーレット作ってくれたね。OKOKOK。まあいいよ。まあまあまあこれでいいわ。うん、さあこれでしっかりとこいつは倒していきます。いやーいい火力マジで。まあちょっとね、ゼラもね、やっぱ、多少は頑張ってほしいんですよね。こいつもね、まあドラゴンキラーつけてるんで、パール。このパールの武器マジ強いんだよな。バインド漏れるし、亀裂漏れるし、ね、今回あとはこのお邪魔耐性もね、役立ってるんで、いや、これマジで優秀だわ。さてと、操作負荷耐性がないらしいですね。で、あと、ジャッカマンか、ジャッカマン結構やだな。
ちょっとこれどうする？まあ、これ待つしかないよね、一旦ね。いや、ジャッカは結構うざいな。てか、なんか、やべえ、ゼラ、危ねえ。これゼラ溜まりそうになってんじゃん、これ。まあ、この裏のスキルも全然、裏のスキルも全然悪くねえな、これ。2ターン落ちこなし、操作回復 1.5 倍、6解除。普通強いじゃん、これ。なるほど。まあ、でもちょっとここ今欠損してるんで、ちょっとここゼラ使おうぜ。まあ、パールの武器も悪くないね、全然ね。いや、ジャッカマンうぜえ、これ。どうする？操作負荷終わったんだけど、どうしますこれ。もうなんかロックも鬱陶しいしね、こいつ結構やってくることがうざいんだよな、普通に。もう倒すか、倒そう。まあ、ここはだから、ジャッカをあんま含ませないようにしつつ、みたいな感じで、行こうぜ。はい、ドロップ強化を織り交ぜる。うわ、ちょっとこれ、ルーレットの位置やべえな、これ。ちょっと待ってよ。まあ、これでいいか。まあ、多分これだったらいけるでしょ、さすがに。そう、道中、やっぱさ、前半から中盤にかけて、こっちのね、G のチーム頑張ってもらって、やっぱボス戦あたりね、このドラゴンキア刺さってくると思うから、やっぱゼラにもね、火力参加してほしいんですよ。さあ、ノアちゃん来ました。こいつはね、普通に、チョッパー使う、で、G の地でルーレットかけて、倒します。まあ、ここも大丈夫でしょう。オッケーオッケーオッケー。いや、マジ、火力おかしいよね、こいつ。あのさ、200分の1超重力で第3属性11億って意味わからなくない？ほんまに。終わってんだけど、こいつ。言ってることやばいよね、マジで。ほんまおもろいキャラだわ、これ。で、こいつは、まあ、こいつもいいか、普通に。もう倒しちゃうよ。さあ、ただここもね、ジャッカがあるんで、ジャッカを、ちょっとあれだな。なんか難しいな、これ。なんか中途半端だけど、まあまあまあ、でも多分どうせいけるよ。まあ、バランスキラーも地味に刺さる。この潜在につけてるバランスキラーな。まあ、こういうのも多分地味に刺さっていくと思うんで、さあ、11回は。うわ、ちょっとやばいな。こいつのね、ちょっと操作短縮、このパーティー対応できないんで、あと HP あと4っすか。なるほど。あ、ちょっと待って、待って、あのさ、俺そこまで計算してなかった。あれ？あ、これ4で耐えるんだ。マジか。ちょっと待って。いや、あの、普通に危ないんだって、ちょっと。これは、危ないから、ちゃんと4ゲシ組んで。あ、なんか4ゲシ失敗したけど、まあまあまあ、オッケー。多分こんだけ回復したら大丈夫だ。ちょっとね、操作短縮やばいよな、マジで。え、あと4って何？ねえ、あと4ってやばくない？そんなギリギリだったんだ、このパーティーの HP。なんか、なんとなく200万ぐらい耐えれるだけの HP あればいいかなぐらいのノリでパーティー編成組んでたんだけど、あと4ってやべえな。よし、あと一旦頑張ろう。これ6ゲシさ、一瞬でもミスったらもう終わりだからね。ほんま怖いわ。よし、うん、完璧です。そしたら、パティノーチラスで倒します。いや、でもマジで強え。ほんまさ、めっちゃサクッと進んでるよね、ここまで。クソ強えわ、ほんまに。火力やばすぎ打ち。リンシアちゃんね。さあ、こいつはチョッパーからのこれで倒します。あー、でもなんかあんまちょっと触れすぎか。ちょっと触れすぎたな。
まあ、ちょっと触れすぎたけど、チョッパーの回復炎波もあるし、まあ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 、オッケー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 。なんか結構削られた気もするけど、まあ気にせず。ブラフマドロー。あ、ちょっと待って、こいつは、痛いな、普通に。あれ、これ、この次、耐えれない？これ。この次もう無理かな。ちょっと無理なんだったらもうこれ倒さないといけないんですけど、ちょっと待って、106,364。あれ、ちょっと計算していいですか。ですね、これ無理だね。うん、無理ですね。もうこれ倒すしかありませんわ。うん、うわ、倒すしかないか。なるほど。ちょっとな、これドロップ渋いし結構めんどくせえぞ、これやばいな。ちょっと勢い余って、なんかガンガン進んじゃったけど、これあんま良くなかったな。ちょっと待ってよ。まあ別に無効貫通ちゃんと決めればね、こいつは普通に倒せんだけど、ちょっとね、トゲもあんま触れたくないし、やばい。次のボスの第一形態のことも考えると、結構このパズルがなかなか鬼門だぞ。ちょ、頑張るわ。で、ちょっとなるべく、キドロップ準備しとくわ。あっ、やっぱ油断するとな、こうなるよな、まったく。もうてか、こいつどうする？こいつの場合は油断もクソもねえんだけど。ねえ。こいつやばいでしょ。うわぁ、これさぁ、こいつ半分来たらあれだよな。花火やってくるよね、確か。まあ、次、一応、あいつが溜まるから、こういった無効貫通組んで、うわ、こいつ難しいぞ。まあこれで半分削るでしょ。で、やってくるよな、回復花火。もうその落ちこなしも普通に終わってるけどね、やってること。もうこの次の回ボス戦だというのに。これ間に合うのかな、ルーレット。大丈夫だよね、行くよ。まあ火含まないルーレットだから。多分間に合うはず。オッケーオッケーオッケー。ちょっとこれで、発狂ラインやめてよ、マジで。ま、さすがにないか。オッケーオッケーオッケー。待て待て。いや、こいつマジの癖も、もうしかもさ、そうやってルーレット上書きしてくるじゃん。やめてこいつ、ダメだよ、こんなキャラ。こんなキャラ、この世に存在しちゃいけませんよ、マジで。まあ、もうちょっとここ頑張るしかないんで、はい、なんかまあ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 、いいわいいわ。ちょっとボス戦ルーレット使えないからね、結構やばいよ。大丈夫か。まあでも場面いい感じだね。まあこれだったら大丈夫か。で、まあ火力が足りるかどうかの話になってくるんだけど、まあ多分ね、それはね、大丈夫だと思うんだよな。だからここで、まあこれゼラも使うよな、当然。うん、多分火力はさすがに足りると思うんだけど、大丈夫かな。でコンボ数も、これはまあ光栄分割でいいかな。このコンボ数足りてるよね、14コンボだもんね。 OKOK。 さあ火力大丈夫だよね。 OK です、完璧。いや、もうここまで来たら勝てます。はい、やっぱりね、ゼラノーチラスでこのダンジョンやった時も、やっぱボスの第一形態がもう事実上最終ボスでした。うん、もうあっこさえ乗り切ってしまえばみたいなところだったんで、もうこれはもう大丈夫でしょ、さすがに。まあここは
あーこれパティの串なら貯めてえな。まあちょっと一旦ここは色拾うか。うわこれキー間に合うかな。よっしゃ間に合った。あぶねえ。いやここでね無効貫通できるかどうかがもうね天と地の差ですよ。うん、天と地の差を生む。いや半分削ってんだぜこのパーティー。火力めっちゃ高いでしょ。素晴らしいね。まったく、いやもうノーチラス様々ですわこれ。6秒なんで、まあ木のタイミングで始めたらいいんとちゃいます。うん、もうあとこれで待機。はい、もう多分これでこいつはしばけるよ。いやーでも強えマジで。安定感やばいよね。もうなんならさ、もうなんなら言っていい、俺ロイヤルノーチラスよりさこのパーティーの方がさ協調勝ちやすい気がする。絶対こっちの方が強いじゃんマジで。ロイノーでやってた時普通に苦戦したぞ俺このダンジョンクリアするのに。いやマジで強えわ。だからまあここチョッパーでもねこいつの半分の攻撃耐えれますけど、まあちょっとねあいつ半分の攻撃の後もね回復激減とかやってくるから、まあでもなんかパティのあと9ターンこれ貯めんのもやだしな。どうしよう、どうする。ただチョッパーの裏が溜まりそうになってるからね、ちょっと早めにその辺ちゃんと決めないとさ、もう半分まで削っちゃうよこのパーティー。なんかなるほど。ちょっと待って、チョッパーあと2ターン。あーはあ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 、なるほどなるほど。なんかちょっとてかなんか今の削り際どくねこれ。大丈夫かな、なんか怖いぞ。あーぶねー、あーぶねー、あーぶない、ぶない、怖い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 。よし、ねまあここでチョッパー使ってちょっとトゲ多いな。あこれゼラ先使えばよかったね。ちょっとここなるべくトゲ触らずに行くか。なるべくっつってもむず。いやちょっとこれあれだな、ちょっとここは触らざるを得ない。まあ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 これでいいでしょう。まあ多分これでこいつの攻撃耐えれるから、でまあその後ねこいつが回復激減やってくるんで、まあ結構回復やばいと思うんだけど、まあ回復こんだけあったら大丈夫かな。さあルーレットやってくる。でそれしっかり耐えていくと OK。 うーんう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 ん、これ追いつくかい、大丈夫かい。あ大丈夫だった。あよかったよかった、あよかったよかった。じゃあもう勝ち確ですわこれ。まあ最後発狂ラインのケアだけちゃんとやって倒して終わりだ。いやなんでそんな際どいんだ、なんでそんな際どいの。こいつさ瀕死の状態であれやってくるよね、覚醒向こう。うわ何それ。いやでも待てよ、これさ烈向こう感組んだらいけんじゃねえのか。烈向こう感だったらいけるくね。だからこれパティ使って
これ烈無光だったら火力出るからいけるぜこれ。いやこれだったら倒せるわ、自信あり。これでノーチラスの第三属性が、あ、あ、なんか、あ、あ、あ、耐え、あ、耐え、あ、耐えちゃった。あ、そう。あ、あ、な、な、やべえな、これ。あ、これやばいことしちゃったか、これ。あ、これやばいことしちゃった。あ、俺こいつ使うの忘れちゃったわ。あ、みんな。え、俺なんか、とんでもないことしちゃった。あ、みんなやばい。あ、あ、これ終わったもしかして。え、ね、え。え、これ、もしかして終わっちゃった?よーし!はい、楽勝!ね、言ったでしょ?やっぱね、もう G の血とノーチラスのね、この組み合わせは最強ですわ、マジで。もうこれもう変身ロボ最強、ノーチラスはもう間違いないね。だってさ、ね、これまで最強だと思ってたブラックバードですら、俺かなり苦戦したぜ、このダンジョンクリアするのに。でももうこのパーティーだったら、たった2回で、テイク2でクリアしましたから。余裕です。まあというわけで、もう今のパズドラの環境で最強の変身ロボはノーチラスっていうのはもう間違いないと思いますね。うん、もうこれだけ言いたい動画でございました。それでは以上です。さよなら。